さて、出ましたよ。出た。何が出たかって、アリの大量発生ですよ。家の中でアリの大量発生しました。本当にね、引いた。マジで本当に引きましたよ。で、どこに出たかっていうと、キッチンとテレビルームに出ました。まずキッチンなんですけど、毎朝この戸棚を開けてこの乳酸菌を飲むんですけど、開けた瞬間になんかこの辺にですね、黒い点々が動いてたんですよ。やばい、これアリじゃんと思って、よーく辿ってみたら、この端っこに、この角の端っこからうやうや出てきてて、あ、これはまずいと思って、で、この粉をとりあえず角に巻いて、しばらくアリは来なかったんですけど、やっぱりそれでもアリの死骸はね、この辺に黒い点々があって、でであって、もう気持ち悪すぎて、まあオーナーにアリが発生してますよって言ったんですが、まあ小規模だからいいでしょう的な感じで何も対応してくれなかったんですね。なので対応してくれないから自分たちでどうにかするしかなくて、とりあえずスプレーと粉でなんとか耐えてましたと。そしたら引っ越してきて3ヶ月ぐらい経った後に、まあ夜テレビルームに行ってみたら、ここテレビルームなんですけど、物を取ろうと思って引き出しに向かってったわけなんですよね、ここに。そしたらなんかこの辺から黒い線が出てて、よく見たらアリのラインができてたんですよ。で、それがこっから角に行って、天井の角っこをずーっと辿って、あの角からずーっと辿って、ここまでアリがいて、その映像を今からお見せしますが、めっちゃグロいので見たくない人は、はいと言うまで見ない方がいいです。ではどうぞ。あんな感じで出ました。で、もう気持ち悪すぎて全部は撮れなかったんですけど、とにかくこのテレビルーム全体に黒い線ができたわけですよ。で、とりあえず応急処置をしなきゃいけないので、このアリのスプレーをもう天井中にシューってかけて、あのテレビルームはこのナランハオレンジの匂いでいっぱいで、めちゃくちゃ一日中臭かったんですけど、まあ一旦スプレーをまいてアリは殺したんですが、また発生すると思ったので、先ほどのアリの動画をオーナーに送って、いや駆除お願いしますってことで、害虫駆除の業者を呼んでもらいました。で、そしたらオーナーもやばいと思ったらしく、2日後に来て、まあ駆除してもらったんですけど、私初めてだったんですね、家の中に駆除のスプレーをまくっていう行為が。見たことないし、日本だと駆除のスプレーなんて、で、引っ越す前にやってることだから自分たちが見ることってあんまないと思うんですけど、まあそのおっさんがやってきてスプレーをまいてくださったんですが、この動画みたいにもうとにかくたっぷりかけるので、もう天井から滴る液がもう本当にそこら中にあるみたいな感じで、もう天井からその液が滴って、匂いも結構きついし苦しい1時間ぐらいだったんですけど、もし皆さんがメキシコで害虫駆除を呼ぶ場合は、もう覚悟してサングラスとマスクとかした方がいいですね、めっちゃ臭いので。で、もう一個キッチンで出たアリの駆除はこんな感じで、コンセントの裏になんかこう液というか粉みたいのを入れてて、で、全てのコンセントを取って、その壁の中に
何かを入れてまた閉じてたんですけど、まあ、とにかくアリはどこから出てくるかわからないので、あの予防策はありませんって言われて、そんなもんなのメキシコってと思って。でもさ、新築なんですよね。新築で3ヶ月でアリが大量発生するって、やっぱりどこかに穴が開いてるだろうなっていう作りなんでしょうね。ちなみにこの害虫駆除の業者は1回800ペソでした。まあ業者によって値段は違うと思うんですけど、で近所の人に言われたのが、必ず保証期間を必ず確認してって言われて、この業者は6ヶ月間の間だったら無料でまたスプレーを撒きに来ますよって話だったんですけども、この保証期間必ず聞いた方がいいらしいです。もしかするとね、あの適当に撒かれて帰るっていうのももちろん中南米あるあるなので、適当なね文化だから、だから必ず確認するようにしましょう。というわけで今回の動画はここまでにしたいと思いますが、もしメキシコに住んでる皆さん、中南米に住んでる皆さん、世界中に住んでる皆様、虫が大量発生したみたいなエピソードがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。また対策方法などありましたら、ぜひシェアお願いします。それではまたね、バイ。